になりましても、石井先生がそばにいると、もうこれ大丈夫だっていうな。もう安心が、安心して気が休まっている。そして石井先生のお話のように、物が運んだということであります。まあ、これはうちの本家の武士忠先生は、ここに帰っちゃうということで、今日、本日、たたりまして、いろいろとお褒めをいただきました。そして98歳だということもお話になりました。私は自分の本家に数えて100歳になる方がおられるということは非常にありがたいことだと思っております。というのは、もしかしたら私も100歳ぐらいまで生きられるのかな、元気でおられるのかなという思いでいっぱいであります。ぜひ先生、100歳と言わずに、これからまだまだ私に元気をくださるように、長寿をしてくださいますように、まずお願いを申し上げたいと思います。また、たくさんの方がおいであります。本当に皆さんには日頃から大変いろいろとお世話をいただきました。おかげさまで、この度、旭日小綬章という、私の身に余る大変な受賞をさせていただきました。本当に光栄に思っておりますし、これも一人にここにご参集の皆様が私に死にも及ばぬいろいろなご支援を賜った おかげさまだと思っております。本当に心から重ねて御礼を申し上げるものであります。私も今年の8月が来ると78歳になります。